fm.jp Meguro FM。 これからのひととき、目黒 FM があなたにお送りする絵本を読んで心をほぐす読みほぐ。今日の皆様への読みほぐしは、私伊藤正弘です。この番組は嬉しいを作る会社リブゲートとクロアヒーリングの提供でお送りいたします。カモトリゴンベイ。昔々あるところにカモを取って暮らしているゴンベイさんという人がいました。ゴンベイさんは毎日どうしたらカモをいっぺんにたくさん取れるか考えていました。今日もひょうたん池にカモがたくさんやってきたわい。ゴンベイさんは早速鉄砲を20丁持って出かけました。これなら一気に20は取れるぞ。おらったらなんて賢いんだ。20丁の鉄砲を一度に撃ってカモを取ろうというのです。ゴンベイさんは紐を引けば20丁の鉄砲を同時に発射できるよう細工し、ひょうたん池のカモの群れに銃口を向けて設置しました。それじゃあ行くぞ。せーの、ズドーン。ものすごい音とともに20丁の鉄砲は一度に火を吹きました。10丁の鉄砲の弾が10羽のカモに当たりました。残りの弾は池の向こう岸で寝ていた一匹のイノシシに当たりました。驚いて目を覚ましたイノシシは夢中で走り出し、大きな栗の木にぶつかって、落ちてきた栗の伊賀に刺さって死んでしまいました。しめしめ、カモの他にイノシシまで手に入るとは。鉄砲20丁一斉発射作戦はなかなか使えるな。ゴンベイさんはまず先にイノシシを縛ると撃ち落としたカモを取ることにしました。しかしカモは池の真ん中に浮かんでいてなかなか取れません。仕方ねえ、泳いで取るか。ゴンベイさんは池に飛び込みました。あっちで1羽、こっちで1羽。ゴンベイさんは池の中を泳いで10羽のカモを集めました。そして岸に上がろうとしましたが、池の底がぬるぬるして上がれません。ゴンベイさんは何度も上がりかけては落ち、上がりかけては落ちを繰り返し、もがくうちにやっとつるをつかんで岸に上がることができました。さらに掴んでいたつるは、おいしい山芋のつるでした。ゴンベイさんは、イノシシと、10羽のカモと、山芋と、栗を担いで歩き出しました。カモ取りに来ただけなのに、こんなにいろんなものが取れるなんて、今日はついてるな。あくる日、ゴンベイさんは、カモをいっぺんに、100羽取ることを考えました。いっぺんに100羽カモが取れたら、1日1羽ずつ食べたとして、あとの99日はカモ取りをしないで寝て暮らせるんだがな。何かいい方法はないもんかな。ゴンベイさんは考えました。そうだ。ゴンベイさんはうまいカモ取りの方法を考えました。池に氷が張ればカモは氷の上に寝る。寝ているカモの足に
こっそり縄をかけちまおう。冬になりました。ゴンベイさんは朝早くから縄を100本持って池に出かけてきました。おう、いるぞ、いるぞ。みんな捕まえちまえば寝て暮らせるわい。ゴンベイさんは大喜び。寝ているカモに気づかれないようにそろりそろりと近づきました。そして縄でカモの足を縛っていきました。1羽、2羽、3羽、4羽、そろりそろりそろり。ゴンベイさんは寝ているカモに近づいては縄でカモの足を縛りました。96羽、97羽、98羽。もう少しで100羽です。ゴンベイさんは嬉しくなってきました。99羽、100羽。100羽目のカモの足を縄で縛ったゴンベイさんは、やった!とうとうカモを100羽捕まえたぞ!嬉しくて大声を上げて飛び上がりました。その時です。ゴンベイさんの声でカモたちがみんな目を覚ましました。驚いたカモたちは一斉に空に向かってバタバタ、バタバタと飛び立ちました。うわわわ、この逃がすものか。ゴンベイさんはカモの足を縛った縄をしっかりと握って離しませんでした。しかし100羽のカモの飛ぶ力にかなうわけもありません。ゴンベイさんはぐんぐん空へ引っ張られていってしまいました。こりゃ大変だ。一体どこまで飛んでいっちまうんだ。おいこら、早く降りろ、降りてくれ。ゴンベイさんがしばらくもがいていると、ブチと嫌な音がしました。ブチブチブチ。カモを縛った縄が次々と切れ始めています。いや、助けて。このままじゃ落ちてしまう。そしてブチと最後の縄が切れてしまいました。ゴンベイさんは真っ逆さまに落ち始めました。うわー、地面がどんどん近づいていきます。ゴンベイさんは恐ろしくて目をつぶりました。そして両手を鳥のようにバタバタさせて夢中で飛ぶ真似をしました。するとどうでしょう。ゴンベイさんはカモになって空を飛んでいるではありませんか。うわわわ、おいら空飛んでるよ。ゴンベイさんはなんとか無事に家の屋根に降り立ちました。カモの姿になってしまって、この先どうすればいいのかわからず、悲しんでおりました。その時です。ズドーン!ゴンベイさんは村の漁師に見つかって、鉄砲で撃たれてしまいました。痛い!ゴンベイさんは鉄砲で撃たれた痛さを初めて知りました。ゴンベイさんはいつも鉄砲で撃っていたカモに悪いことをしたと思いました。欲張って一度に100羽も捕まえようとしたから罰が当たっちまったんだ。ゴンベイさんは自分がやってしまったことに後悔して泣き出してしまいました。すると、カモの姿だった
ゴンベイさんの姿が元に戻ったのです。鉄砲で撃たれた傷もなくなっていました。こんな不思議なことが起きてから、ゴンベイさんはもうカモを取るのをやめ、自然からいただいた日々の食事を感謝していただくようになりましたとさ。おしまい。お送りしましたこの物語が、大切な物語としてあなたの心に溶け込んでいきますように。目黒 FM がお送りした絵本を読んで心をほぐす、読みほぐ。今日の皆様への読みほぐしは、私伊藤正弘でした。この番組は嬉しいを作る会社リブゲートとクロアヒーリングの提供でお送りいたしました。はい、カモ取りゴンベ読ませていただきました。カモ取りゴンベを読んでみて、やっぱり何事もこうバランスが大事だなってすごく思いましたね。こう気持ち的にもこう欲張りすぎたりとか、やっぱ危険だなって思いましたし、食べ物とか筋トレとか、そういうのもやっぱりバランスが大事なのかなみたいな、ちょっと自分の生活もこう見つめ直さなきゃななんて思いました。そして、伊藤正弘はですね、現在アルゴナビスというプロジェクトのユニットで、ボーカルとして活動中です。次のライブは12月10日月曜日、下北沢ガーデンにて開催します。ぜひ遊びに来てください。読みほぐしは私伊藤正弘でした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。JP Meguro FM